牛久のおしゃれスポット美容室のバレッタさんに素敵なガレージができたので潜入してきました。はい、よろしくお願いします。本日はバレッタの代表の牧野さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バレッタさんって、まあ、今回新たに、はい、店舗の前に今いるこちらの場所ガレージというんですかね、はい、ガレージを構えられましたけれども、どうしてこちらのようなガレージを作るようになったんですか。今あるお店の場所がどっちかっていうと人が育っていくっていうような場所ではないのかなと思ってて、うん、それはちょっと自覚してた部分もあるんですけど、でも僕自身がやっぱり人を育てたいっていう思いがあって、うん、でやっぱ地域で頑張ってる美容師さんも一緒にやっていきたいっていうのがあったんで、なんていうんですかね、こうプラスに持っていける場所に変えていきたいっていう思いから、まあ、スタジオとして使うように、なるほど、うん、仲間で、今日もそうなんですけど、うん、地域の仲間で、まあ、バーベキューしながら、うん、外で創作できますよね、うん、そうすると、まあ、より楽しい、まあ、そこから入ってもいいのかなと思うところもあるし、うん、あとは結構趣味で皆さん違う部分があるかなと思うんですけど、例えばモデルさんの中にはもしかしたら車が好きでとか、うん、バイクが好きでって言って、まあ、そのバイクとか車と一緒に写真を撮ったりっていうこともできるような、うんうん、まあ、そんなスタジオをマルチなスタジオにしたいなと思って、うん、いろんな人に使ってもらいたいなっていう思いはありますね。それでやっぱりコミュニティが広がっていけばっていうのが一番の目的かなと思いますし、なんか美容室っていうと癒しのスポットだったりとか、うん、なんだろう、なんか女性にとっても、まあ、男性にとっても癒しっていうようなリラックス効果があるような場所だなっていうなんとなくそういう気がしてたんですけど、うん、どちらかというと人が集まるコミュニケーションスペースのような、そうですね、今あるお店の方は、ね、おっしゃってたようにその癒しのスポットだったりとか、うん、今までやってきたものをアウトプットする場所、うん、どっちかっていうとスタジオとかもアウトプットするって思うと思うんですけど、うん、なんか学ぶための場所として作っていきたい、なんかもう完全に分けて考えちゃってってはいるかもしれないです。なるほどね、学びの場である、うん、学びの場として、うん、今後いろいろと企画もされていくということですかね、うん、そうですね、したいですけどね、うん、でもみんなが何をやりたいのかっていうのをもうちょっと見てからにしようかなと思ってるんですけど、うんうん、茨城県だからできないとかって結構諦めちゃう人も多いのかなと思うんですよ。なんていうんですかね、こう、まあ、業界誌なんかも見てても、他の地域の美容師さんですけど、これは東京だからできるんでしょっていうくくりで考えちゃう、うん、美容師さんも昔から結構やっぱり僕はそういう話も聞いてたけど、なんかそれがすごい嫌で、うん、逆にそれだったら東京にはないものプラス東京でやってるようなそういう感覚も身につけていけたら一番強いんじゃないかなって思ってますし、うん、それに向けてできる限りはちょっと頑張りたいなと思ってます。やっぱり人が育っていってほしいなっていうのが今はちょっと強いかなっていう。なるほど、うん、自分の作品もそうですけども、うん、育てていく方にも、そうですね、うん、最近それにちょっと気づいたかもしれないですね。自分が上手くなるとか自分がいい作品を作れるようになるには何のためかっていうと、まあ、人に伝えるためっていうか、うん、そのために自分はそういうふうなものを作れるようにならなきゃならないなとは思ってます。今後がだいぶ楽しみなバレッタの牧野代表でした。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、今回こうやって撮影会をしながらバーベキューっていう企画は。いや、すごいいいと思います。皆さん、こう頻繁にやられてるんですか？うちは、月1で、バレッタさんと、撮影会は
してます。はい。はい、うちのお店は基本的にコンテストとかがある場合はそういう積極的に取り組んではいる、はい、地方だとやっぱりこういう場設けてくれるサロンさんは少ないんじゃないかなと、うん、今日もバーベキューやりながら、はい、税の料理と、はい、じゃあ貴重な機嫌ってことですね。そうですね、はい、地域の美容師さんが一緒になってやっていけると技術もアップしていいんじゃないですか。皆さんおしゃれで素敵な方ばっかり。茨城県南のおしゃれをどん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 発信してくださいね。